Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy.ここの犬いつも吠えるんだ。大丈夫？ほっとけほっとけ、いつものことだよ。また転んだの？犬が吠えるんだもん。しょうがないわね。怖いと思っているから吠えるんだよ。だって怖いんだもん。君はもっと動物に慣れた方がいい。なんかかっこ悪い。動物たちと話せて仲良くなれるよ。試してみなよ。こんな格好で外に出たら。ロープが浮かんでる。あれに飛びつけばどこへでも行けるよ。大丈夫大丈夫。なんか今通んなかったか？さあ気のせいじゃない？おっ、うまい。コツが分かったね。今のはカラスを呼ぶ声だったんだ。動物を集められるの？犬を呼ぶなら「あー」、猫を呼びたきゃ「あー」。同じみたい。そっと練習しよう。何を呼びたい？犬を呼んで仲良しになりたい。あれ？それは猫の呼び声だと言ったろ。ああ、ごめんごめん、なんでもないの。いい？ああだよ。ああ、わかったね。ああ、今のは確か。うわっ！ドラえもん！もう嫌になっちゃった。やめようかな。ああ。うん。これからはみんな仲良くしよう。いいよ。オーライオーライ。できた。ターザンも木の上の小屋に住んでたんだよ。ここは僕の秘密の隠れ家だ。おい、何してんだ。もしかしてそれツリーハウスのつもり？バカにしたな。文句があるんだったら降りてこいよ。降りてこいよ。のび太のくせに生意気。なんだ？夢だ。昼間から寝ぼけちゃいけないな。家から出ないでください。外に出ると危険です。なんだろう。のび太くん。ドラえもん、何の騒ぎ？どこかの家で飼っていたライオンが檻を破って逃げ出したんだ。じゃあさっきの本物だったのか。早く逃げなきゃ。スネ夫さん、家の中に入ってきたライオンを一人で追い払ったの？いやー、みんなにも見せたかったな。何言ってんだ！ライオンは僕が助けたんだよ。ライオンの背中に乗ってさ、我ながらかっこよく決まったな。のび太こそ変な格好して何言ってんの？みんな見てなかったの？うちに隠れてたから。俺も。もう一遍やるからよく見てて。それ！